お疲れ様です。250番です。先日の天下一武道会と風神対抗戦オーディションの場で、ミュウツー君が女性を殴った問題について、それを皮切りにですね、次はミュウツー君に対する脅迫的な行為が散見されるというお話を聞きました。先ほどですね、ミュウツー脅迫事件っていうタイトルで僕のところに資料を送られてきたんですけど、まあ、それはね、一旦置いといて。 あの場で何があったのか、ことの経緯をですね、僕なりの視点でお話しさせていただきます。まあ、あの先に言っておくとですね、もちろん、ミューズ軍が女性に手を挙げたことに対しては、それはね、どう考えても悪いです。なので、批判が飛んでくることに関しては、しょうがないと思います。ただですね、動画を見ただけだと、ミューズ軍が女性に対して手を挙げていたりとか、その女性が連れてきた男性の方にですね、ミューズ軍が 怒りっっててなんか文句を言ってるとあそこだけを見ると、ミューツ軍がね、えー、悪いというふうに思ってしまう方が多いのではないかと。これはフェアではありませんので、僕の方から、えー、僕の知ってる限りをお話しします。僕はですね、あの手を挙げたこと以外に関しては、ミュウツ軍の方に理、えー、があるというふうに考えております。えー、一個一個説明しますね。えー丸一 先に、えー、ミューズ君に対して、えー、侮辱的な発言をしてきたのは、えー、その向こう側と、女性側ということになります。これはあのミューズ君から聞いた言い分ですね。まあ、あの女性の方はね、えー、別の格闘技団体のラウンドガールの方なんですけど、えー、連れてきた男性は、えー、地下格の、角か何かの、えー、すごい強い選手と、方、えー、や、もう一人プロだったんですよね。その強い男性2人がいるのをいいことに。 その女性の方がですね、ミュウツ軍に対して失礼な発言が多く、あそこのオーディション会場に行くまでの間にですね、初めて会った、初対面の段階から何やらね、侮辱的なことを言われたと。その時からミュウツ軍はね、嫌な思いをして、それを我慢していたという経緯がどうやらあるようです。まるに、そしてですね、ミュウツ軍が男性側に絡んでいるシーン、あれは僕がカメラで撮影をしました。 そして、えー、撮影をしたら、あの、男性の方がですね、えー、カットをしてくれと言ったんですよ。あれはですね、えー、男性側からミューズ君に絡んでるわけなんですよね、えー。で、聞いた話だと、まあ、ほ、本当かどうかわからないんですけど、まあ、表に出ろよとかね、えー、そういうことも言ってるわけなんですよね。別に、面白がって僕もね、撮影をしているわけではなくてですね、でまあ、そういったね、もめ事とかね、面白いシーンがあれば、えー、使わせていただけないのであれば、あの、大会の運営費なんてね、 いいつままででってもたまらななわけなんですカメラが回ってる場に来てねカメラを撮るなっていうのはね、うん、ちょっとそれは違うんじゃないかなと、うん、僕も考えましたで前回大会で、えー、まだいたい40万弱かかっています、まあ、前々回も多分それぐらいだったと思いますね、えー、スポンサーさんの方にはね、えー、本当に随分と助けていただきましたそれでもですね、えー、前回はね、えー、ドマイナスだったわけなんです 別に、えー、僕は金儲けで、えー、この大会をやってるわけではありません。金儲けでね、えー、毎回大会開きやがってとか言ってるうコメントとかも来るんですけど、普通に考えた赤字でしょう。100万再生取れてね、えー、20万とかですよ。展開一部動画がそんなに再生いくわけないでしょう。だから、儲からないところがね、借金をしてまで、えー、やってるわけなんですよ。それぐらいのね、えー、気持ちでやってるわけなんですよ。お金集めるというのは非常に大変なことなんです。 あの見ていてね、ワクワクするようなコンテンツを僕は、あの純粋に提供したいと思ってるわけなんです。ちょっと話はそれましたけど、男性側の方からミューツ君に絡んでいるということですね。途中から動画を回してるんで、そこは映ってないんですけども、まあ、ミューツ君の言い分としては、男性側の方から絡まれたので反論しているということをお伝えしておきます。そしてですね、丸3、女性が連れてきた選手、まあ、片方はプロでした。でもう片方は おそらくですけどね、地下格とか、その格闘技イベントで、まあ、かなり強い選手ということで、申し込みをしてきた段階で、えー、格闘技経験の申告なし、これはね、非常に問題があると思います。現役キックボクサーの方もあの場にいましたし、キックボクシングの日本ランカー1位の方も、えー、あの場にいました、えー。やはりね、格闘技経験申告なしというのは、どう考えてもそれはないだろうということでね、えー、まあ、夫人の代表の選手もね、えー、非常に怒っておりました。 僕はね、あの、フェアじゃないこととかね、えー、卑怯なこととか、そういうことがね、あまり好きではないんですよ。プロの選手がね、えー、ど素人のミューズ軍に対して表に出ろって言ったりとかね、3対1で詰め寄ったりとかね、それはちょっと違うのかなと。まあ、女性が殴られたことに対して怒ってるからそうなっているのであってね、それは仕方のないことなんですけども、そしたらね、その女性がミューズ軍に絡んだり、侮辱的なことを言ってる時に止めなきゃならないと。 とといううことを僕は思うわけなんです手を出してしまったことはもちろん悪い人間だから感情が高ぶることはありますでもやっぱり人間ね誰しも煽られたりからかわれたりバカにされたりしたら怒るわけですよそれだったらちゃんとプロの選手なりね強い選手がねあのそれを止めなければならない、ね、一緒になって3対1で何やってくれてんだこの野郎っていうのはまあ怒ってもしょうがないことなんですけどなんかちょっと絵としてね僕の目から見て ちょっと格好悪く映りましたね。えー、丸四。えー、そして、まあ先ほどからね、手を挙げたことに関してはもちろん悪いということを言っております。しかしながらね、それでね、表に出ろとかっていうのはね、えー、それこそね、エンタメの範囲を超えてるわけなんですよね。ミュツんがね、手を挙げてエンタメの範囲を超えているということであればですね、表に出ろよって、えー、言ったりとかね、えー、さっき冒頭で触れましたように、えー、関係のない選手。 でブレイキング内に出てる選手とか、えー、剣窓に出てる選手が、えー、その女性が、これは傷害事件ですと、ツイッターに書いたことによって、ミューツークに対して、えー、ぶち殺すぞって言ったりとか、ぐちゃぐちゃにしてやりたいって言ったりとか、それもですね、えー、立派なあの脅迫事件に、えー、該当します。そしてね、それを煽り立ててる人とかね、えー、それを,それを、ね、空気を入れてる人とかね、えー、そういうのもね、強さ罪。別にね、ここで誰ということは言わないんですけども、 障害事件だっていうのであればね脅迫的なあの要素もあるということです ⑥ あの後にですね、えー、打ち上げという形で伸びに行っているわけなんですそして、えー、お互いが謝って、えー、話は解決しているわけなんですしかしまあ、女性側がふわっちか何かの配信で、えー、それを蝕か返したり、えー、ツイッターに書き込みをしたことが原因で、えー、ミューズ軍もそれに対して、えー、ツイッターで反論したと 終わったことに対して終わったことを蒸し返す。それはね、かっこ悪いことです。えー、淳士さんがですね、ブレイキングダウンの会場で所沢の体操のことをあの殴りました。えー、しかし、えー、所沢さんの体操は何もできずに、警察に行くぞ、みたいな感じでね、えー、騒いでいたらしいじゃないですか。あの、売りた夫婦の動画見ましたけどね。それでね、警察沙汰になりそうになって大変だったと。ね、その場で体操は何もできなかった。でも、家に帰ってね、実家の子供部屋に戻ってから、 ウリタのネコパンチなんか聞いてねえよって。後から言い出すと。ね。これはさっぱりしてないでしょ。ネチネチしてるでしょ。その場で言えないなら、後で言わないと。その場で話す場があったのに、その場では解決しておきながら、安全な場所に戻ってから、ネットか何かで攻撃をする。これは非常にかっこ悪いことです。その場で言えないなら、後で言わないこと。これが、えー、男らしいと思います。まあ、女なんだけどね。はい、7。 これもさっき言ったことと全く一緒なんだけど、3対1でね、ミューズ君に詰め寄ってる印象でした。僕的にはね。スパーリングをやれよとかね。あの、なんだとかね。僕はですね、何対1とかがね、すごい嫌いなんですよ。あと、やっぱりその、強い人を盾にしてものを言ったりとかね、俺は、元、何々っていう組織にいたんだとかね、俺の先輩は超すごい不良なんだとか言って、あの、意気がある人とかいると思うんですけど、あとなんか、 周りに、えー、すごい有名な不良がいるから、何々さん知らないのなんつって、あの、言いったりする、ちょっと痛い女性とかあの、いるじゃないですか。僕はそういう類の人がね、えー、あまり好きではありません。何対一とか、えー、何かの権力の傘を切るとか、えー、どこどこに所属しているとか、そういう看板をう使うとかね、現役の知り合いがいるからとかね、えー、脅してくる人とかね。もう本当ね、そういうのはね、もう僕は嫌いなんです。だから、 ちょっとね、ミューズ君がね、かわいそうにあの映ったので、えー、こんな形でね、えー、説明をしているわけです。で、丸八、そしてその3人はですね、えー、出場自体してきました。まあね、キャンセルということはね、仕方のないことなんだけど、こっちもね、遊びでやってるわけではないんで、あの政治とかもね、関わっておりますんでね、まあ、先ほどね、あの上の一人と話しましたけど、冷、う、や、ん、かしかよっていうふうにもう言っておりましたんでね。 あの全然ね、あのー、辞退していただく分にはね、構わないんですけども、あの女性に関してはね、あの別の格闘技の方にもね、出場するということで、前々日からんがにね、ドタキャンをしているらしいので、ちょっとね、えー、まあ生害受験だとかね、なんだとか、まだまだあの騒いでいくようでしたら、あの今後はね、一切の出禁という対応になります。まあ、そうなるのはね、あのしょうがないことなんですけどね。 批判的な意見とかもねあの、しょうがないことなんですけども、まあ、ことが大きくなるようであればですね、翼の党の方にもね、えー、相談するということになりますんで、ね、あの場で起きたことをねあの、事件だとかね、そんなこと言ったらね、あのつまんないじゃんって思いますけどね、うん、俺だってね、あの場でね、足怪我してるわけなんですよ、あのヤンキー君ともみ合ってね、足をあの怪我してます、うん、けど、俺、今初めて言いました。 別に、あの、ヤンキー君に対して何か言うっていうこともありません。渋谷のね、あの、スパーリングイベントにも僕、ちょくちょく参加してるんですけど、まあ、足にね、ガラスが刺さりました。ねやり合ってね、怪我とかもしてますし、うん、それでね、あの何かを言うっていうことはありません。ね、プロのランカーの方にね、えー、試合を挑んで、僕がボロ負けして、えー、目がめちゃめちゃ腫れ、腫れてね、負傷して、えー、全治1ヶ月。 まあ動画にも、過去のね、1年、1年前か2年前ぐらいのね、動画にも上がってるんですけど、それでね、どうしてくれんだよとかね、言うこともないわけなんですよ。まあ状況全然違いますけどね。あの試合っていうわけじゃなくてオーディションの場ですから、全然状況は違うんですけども、じゃあね、何かあって騒ぐかっつったらね、騒がないわけなんですよ。ましてやね、終わったことを蒸し返すっていうことは僕はしないんでね。もう終わりってなったらもう終わりなわけです。まあこういうのはね、あの今後もね、問題として起きると思うんですけど、まあその、 3名に限らずですねあの、自分勝手な、その3人が自分勝手って言ってるわけじゃないんですけど、あの自分勝手な方とかね、問題行為が目立つような方とかはね、ここね、関われなくなりますんで、次から呼びませんということにもなりますんで、選手の方はですね、その辺のこともですね、頭に入れていただきたいと思います。決してですね、その女性側が絡んだから殴られても仕方がないということを僕は言いたいわけではありません。殴ったことはもちろん悪いこと。しかし、 一方的に叩かれるミューツ軍は、あのちょっとかわいそうなんで、この動画を出させていただきました。まあ、そんな感じで、本戦9月23日になりますんで、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。よろしくお願いします。お疲れ様でした。